Ride the shovel head. キャブね、うん、また来ますよ、Lキャブが。あ、うん、あは、今そっか、ま、たLキャブの全部放出しちゃった。いや、自分のも、うん、あとはホップアップするパーツも、うん、エンジンパーツも、うん、見つけたら、アルミシリンダーみたいな、うん、なんか集めてってる、うん、自分のじゃないよ、うん、自分のもある、うん、今後のためにね、手に入るときに手に入るときに、やばいエンジン作りたい人どうぞ。Lキャブもやっぱりなかなかない、手に入る。Lキャブもツースロットもなかなかないよね、うん、基本はもう作ってないもん、うん、アーリーショベルだって、うん、マッチングナンバーがどうのとかって言ってたら、うん、もうオリジナルの形のやつしか基本ないしさ、うん、これオールナンバーマッチ、オールナンバーマッチングなんですよ、うんうんうん、ちょっと、そう、それをこんな風にするなんていうんですかね、まあね、ある人からわーわーわーって言われちゃいそうじゃん、あ、もったいないみたいな、そうそうね、言われそうだよね、うん、そう、みんなやりたくてもさ、うん、今はもう高いし、うん、なかなかできないよね、うんうん、高価でね、うん、B キャブはまだまだあるよ、手に入りやすい、うん、手に入るというか普通にあるから、あるもん、そうそうそう、あ、そうなんだ、作ってるから、うんうん、あ、そっかそっか、 B キャブもないのかな、 B もあるよ、うん、B もこれはありタイプの初期型のだけど、うんうんうん、E と G がじゃああるってことだね、 D もある、あ、 D もあるんだ、ドラッグ用の、あ、 D が一番でかいから、うん、B と E はこれチョークじゃなくて、なんて言ったっけ、日本語だとね、うん、そう、英語だとエンリッチナーっていう名前がついてて、日本語で整備士用語だとスターターデバイスっていう指導経路みたいな言い方するんだけど、チョークとは違う機構で、それ間についてんじゃん、間についてないんですよ、歯についてないと、ここにこう穴が見てるから知ってる、ここに、うん、これがそのスターターデバイスの穴で、これをこう引くとこれでつながるわけですよ。でこの時にスロットルをちょっとでもこう開けちゃうと、こっち側とこっち側の不圧差、圧力差で引くんで、こっちがちょびっとでも空いてると、うん、このシステムでは、うん、その濃いガスが行きにくくなっちゃうんで、うんうんうん、スロットル開けないでかけるっていう、うん、あ、原則ね、基本的なところね、そう、うん、このタイプのやつはね、うんうん、エンリッチナーの構造、スターターデバイス、うん、チョークじゃなくてね、うん、このタイプの構造の場合はスロットル開けちゃうで、うん、チョークってわざと言うんだけど、うん、チョークの機構を使うと、うん、濃いガスがいかなくなっちゃうんで、うんうんうん、極端に指導性が悪くなっちゃうから、うん、キックでかかんないっていう相談いつも受けるんですけど、うんうんうん、その人は大体スロットル開けちゃってるんで、なるほどね、うん、その E キャブ、B キャブでこう、うん、チョークを引いてる状況の時に、うん、蹴ってる時にパクって開けちゃったら全然効かないんで、あ、そっか、意味がないのか、カラーキックでチョークオフにして、うん、スロットル全開でこう、うん、3回とか5回蹴ってる時はいいんですけど、うん、チョーク引いてる時にちょびっとでも空いてると、うん、その濃いガスがビュンビュンいくっていうキック自体が無駄になっちゃうんで、うんうんうん、でそれでスイッチオンにして蹴っても、うんうんうん、濃いガスが出ないんで、そこでの
パフとは言うんだよ、うん、言ってもこうそこでの応答させるためのさこのテクニックがいるようになっちゃう、うん、余計難しくなる。そう、うんうん、コントロールしきない多分こう開いちゃってると思うから、うん、細かいスロットル操作、うん、難しい人なんだと思うんだよね、うん、その場合はもう閉じてチョークオンにして蹴る、うん、そうすると勝手にズババババババってこうかかり続けるんで、かかったなと思ったらそーっとすぐ下ろしてあげれば、うん、てってけてってけってなると思うんで、うん、簡単だよ、うん、チョークをいわゆるチョーク昔ながらのチョークの場合はアクセルはあんまり影響しない2スロートとか昔ながらのこれ2スロートで、うん、トゥースロートね、うん、こうね、うん、これがその昔ながらの機構で、うん、何って言ったらこうやって空気の量を制限して、うん、こことここから、うん、ね吸っていくんで、うん、こっち側のなんていうの、うん、こっち側の圧力は勝手に強まるじゃん、うんうん、でこことどここにバタフライがあるじゃん、うん、こことここの間が変わりはするけどね、うん、開ければね、うん、でもこのチョークバタフライっていうけどこれのおかげによって、うん、こっち側こっち側、うん、こっち側が全般が高まるでしょ、うん、その吸い込む力がそれによってフローを取ってここにガソリンが溜まってるわけだけどビュッと上がってくるんでこっち側のメインボアまたはインテーク、うん、マニホールド周辺にガスが上がってくるっていう仕組みなんでいわゆるバタフライ形状が2つあるこれはね、うん、あとは L キャブとかさ、うん、あとは景品のオリジナルのキャブとかさ、うんうん、その他もそうそのベンディックスもそうだけどさ、うん、アンチャブ、うん、リンカードもそうだしさそうですよ。で、この場合は何？スロットルワークが違うかって。あ、違うね。違うね。かけ方こうだよ。これで、これで、うん、これでカラキック。うん、スロットルオフ。うん、閉じてね。うん、で、5回ぐらい。うん、足んなければ10回ぐらい、うん。7回でも8回でも調整してもらって。でこれでカラキック、うん、この時はスロットル全開、うん、5回とか10回とか、うん、これと同じぐらいの数字にするといいんじゃない、うん、これで5回なら、うん、こっちでも5回とか、うん、これで10回だったら、うん、こっちでも10回とか、うん、でやんじゃん、うん、でスイッチオンその時にちょっとハーフチョークあーそう、うんうん、もちろんこれでもかかるよ、うんでこいつはあの加速ポンプついてるからうーんあそう、ね、こうやってピコピコやればなんていうの拾いやすいけどねジャバジャバいくじゃん、うん、そうだこうやってやると、うん、イーキャブとね、うんうん、そうイーキャブとかポンプ付きのやつは、うん、そのスロットルの応答性もいいから、うん、拾いやすくもあるよね、うんうん、違いは分かった分かったキャブあチョークのねチョークとエンリッチなんていうまあね一般的に両方チョークとは言うけどねうん、うん、そうかあとは強く強くDon't try to take it back Don't try to say that you weren't there when I saw it on your Oh the sky is a pretty purple with a little bit of pink Yeah the kick fell from the wall I never put him backFace. Together again, he will never be whole. He'll never be whole. You treat love like it's a game, all your silly ways. Oh, I don't mean to hurt you, but I must be on my way. It's hopeless now, you lost your crown.